シスターのマニマニ。こんばんは、伊坂ひまごです。俺その田辺さんとなんかめっちゃ LINE とかしててめっちゃ楽しいし、なんかめっちゃなんかいい感じやなーってなんか最近思ってきて、なんか好きかもなーみたいな思ってきて、あー分かった分かった、好き好き、じゃあ付き合おう。シスターの週末です、お願いします。これ俺の初恋ね。田辺さん、田辺さんっていうその中3の時に好きになったその初恋、言うたらまあ物心ついた時の初恋の子に告白する時に、あーもう好き好き、じゃあ付き合おう言われて、うん、それが初めての返事。それでも付き合えたよ。でもお前それですよ、それでよかった、うん、いやいや俺はもうめっちゃ好きやったけど、そこでえっってなって、あこんな感じなんか初恋ってと思って、うん、でまあちゃんとそのデート代とか全部支払って、相手は一銭も払わず3ヶ月だけ付き合って終わったら、別にこといたすことなくて、それが俺の初恋。えっ、それが何、それがその子があの結婚しましたっていう DM 来て、うん、そうそうそう、でちょっと思い出して、いや別になんか報告するまでもないと思うけど、うん、ちょっと俺めっちゃごめん、引っかかったもん、その、うん、そのそのデート代とかも全部払うだけ払って、全部払うだけ払って、致すこともなく、致すこともなく3ヶ月ヤクザみたいな発言出てきて、ちょっと金は払うだけ払ったのにさせてもくれへんかったみたいな、そのヤクザみたいな、そんな言い方してない、やっぱさ、そのやっぱねえ、まあお互い好き同士ならまあなんかそういうのは期待するじゃない。まあまあまあ、まあ、いやそれ分かるよ。そうだ、なんちゃこいつと思って、でもヤクザやっけこいつ。あ、それはそれが僕の初恋です。好き好き、ああもう好き好き、あもうじゃあつけよう。でも、ね、それでも楽しくデートしてたよね、そっから別に普通に。いやいや一回も笑ってくれへんかったよ。マジなんですよ、どういう目的だその子。めっちゃプレゼントはしてたから、だからそのプレゼント目的ではあったんちゃう。今やから言わせてもらうけど、 DM 送ってきた方が悪いからね。あなたが俺に思い出させたっていうこと自体が悪いから。そんな頻繁に逆なくて、じゃあ付き合う前からめっちゃあげてたから、うん、みたいなこと。それで付き合ったらよりもらえるんかなと思ったってこと。いやどうなんやろ、まあで多分付き合う前にいっぱいあげてた。いや付き合う前にはご飯ぐらいかな。あーはーはー、うん、ご飯ぐらいしか行ってなかったけど。絵本なんで、まあ、プレゼント、絵本なんでの、分からん。え、自分で思い当たる節もない。いやまあ思い当たる節は思んなかったからぐらいちゃう。多分思んなかったから、まあ別に目も合わせてくれへんかったぐらい。だから付き合ってた相手のメリットって、まあなんかプレゼントくれるからじゃないかな、言ったら。え、ちゃうちゃう、その前付き合う前にはあげてなかったんやから、うんうん、付き合ったらもらえるんやっていう発想にならへんやん。いやでも別にそんな好きじゃなかった。付き合う前はなんかデート代とか、うん、その要はお食事代とかは全部払ってたから、食べたいもん言ってくれたら俺が金払ってて。そんなお前思考回路お前みたいな女だ、その食いたいもんいっぱい食えるからみたいなことが。そうそう、いや分からん。なんかまあ中学でそんなもんじゃない、なんか行きたい場所のお金全部払ってくれたりしたら、中学とかの方がもっと純粋な気持ちで付き合うくない。いやでもそれ純粋じゃない、その好き好き同士じゃないけど、こちらからしたら別に何も悪い気せんから付き合うみたいな感じじゃん。いやなんかその好きの意味をよく分かってなくて付き合うは分かるで、うん、その食い物食べれるからとかで、なんかまあデート代全部払って、俺でもそれやったな。だから分からんけど、お前それやった。うん、だってそうね、まあうちの地域柄っていうのもあるかもしれない。え、そうなん。え、じゃあお前初恋、それが初恋なの。それが初恋、物心ついた時の。でそれはでも別にお前がさ、まあ上げてた側なんやったら、うん、別にお前は付き合ったからといって別に飯だおごってもらえる恩恵受ける側じゃないよ。恩恵受ける側じゃないよ。そやっぱお前の中でそれはないよ。いや俺の中ではそれはないけど、うん、やっぱまあ好きなのは好きやん、その顔が、うん、顔が好きやったから、うん、要はそのアプローチして付き合うっていうことができたけど。お前もその経験があるって。いやだけど俺はもう別に、いや俺は別にその経験はないけど、俺はその顔が好きやったから付き合って、うん、まあまあこといたせればいいなと思ってたから、うん、まあまあまあ、そうそうっていう欲望はある。まあ中学生はもうそんなのやな。そうそうそう、欲望はある、うん、で欲望はあったけど、うん、そのなんてやろな、まあ正式に言えば元彼とより戻しててん、俺と付き合った1ヶ月後ぐらいに元彼とより戻してて、うん、3ヶ月後に俺が振られてん。あ、なんでじゃああれなんかな、そのまあちょっと遊ばれたみたいな感じ。いやあれじゃない、そのなんかその
向こうを嫉妬させたかったみたいな感じだからじゃない。ああ起爆材料にされたってこと。そう。だからここでいいの、私こっちでも付き合ってるでみたいなっていうことじゃん。なんおもちゃにされたってこと。いいの。うちじゃあ付き合ってる。だってそんな感じだったの。それでもあんた来れる？そんな感じだったよ。だって別に好き、まあまあまあ、お前のこと好きじゃなさそうな感じだったよ。一回も目合わへんかった。なんで付き合ってんねんそれ。いや俺はもう顔が好きやったから。ああなるほどね。そうそう、まあ、それで満足してたよ。そう、でも俺はでも言いたせへんかったから、そのまま DM は送ってこないでくださいねっていう。わー即刻あのおめでとうだけ言ってもうブロックしました。はい、初恋か。初恋がそれ中学生。初恋が、うん、物心ついた時が中学生。なんかもうちゃんと人を好き、この人と付き合いたいっていう感情になったのが。それが初恋なのか。いや分からんけど、小学生とか幼稚園の時別に好きな子おらんかった。いや好きな子おったけど、その、まあ、それはカウントせえへんってことね。さ、うん、その要はいたしたいとかなるって。えその定義分からんです。どっちな、その俺の中にも別に定義ないんだけど、うん、そのセックスしたいと思って付き合おうと思ったとかのこの、これが初恋な。いや俺いつも人に初恋説明する時幼稚園とか言ってんねんけど、そうお前の中でそっちなんや。いや俺はその別に初恋ではなくない、その好きになった人やから幼稚園の頃とかは。えこれがさ一番純粋な気持ちじゃない。でももうその衝動的にどうしても、うん、もうあなたのことが好きです、その私はもうあなたのことを追いかけたいよって、うん、なるのが初恋じゃない、うん、えでもそんなに別に幼稚園の時ともあったくない、好きとか、小学生とか。そう、いや俺でもなんかそんな感じではないな、小学生。いやこの純粋な気持ちにそのセックスしたいとかいうちょっとその全部の欲望が、その邪悪な欲望が入ってくるやん。でもまあ大人のなんかこう、だからこのピュアな綺麗な状態のものを俺は初恋やと思ってたから、だから幼稚園のあの時のあれをカウントして、いやそんなピュアか。いや幼稚園の時にセックスなんか知らんやろ。いや知ってたお前。いや違う違う、なんか俺初恋ってそもそもさ、なんか幼稚園の先生ですとか言うけどさ、うん、もうやっぱそんなん聞いたかで。いやそうやね、俺もその合コンで初恋やん。いや合コンで初恋っつって聞かれたら、うん、俺もその中学生ぐらいの時の答えるよ。やろ。いやそうだから、まあやけど別になんかそのそ、ええ、な、そのなんか自分の中でいわゆるカウントしてんのはそっちでカウントしてたな。いや俺はもうなんかその、ああそうなん、これ 人によってちゃうんかこれ。その週末というその人物がそういろんな考えもできるようになって形成されて初めて恋をしたのが俺初恋やと思ってるけど、最初にこの人のことめっちゃ好きやってなって、わ俺この人と付き合ってどこどこ行きたいわとか、なんならちょっとエチチなこともしてみたいなとか。いやねそのなんかこの、いや俺は情けないな、お前なんかお前いやいやお前さ、女の子とバーとか行ってさ、うん、ちょっとお前エチチなことしたいからさ、いやそれは言い方よ。お前なんかお前なんかね、バーの時はそれ人として色気ないでお前、ほんまお前俺とエチチなことしたい、やばいよエチチなことしようや。バーとかやったらそんなエチチとか言わんよ。いやいや俺その人との日常会話でエチチとか使ったことない。いやまあまあエチエチなね、エチエチとかも言ったことないですね。俺はエチエチじゃなくてエチチって言うから。そうあれ、それが逆に、じゃあそれは、うん、え、そのそれは俺は俺の中の定義とはちょっとちゃうね。その、うん、セックス抜きでうわこの子ってなるのが俺の中で初恋。あそれが逆にいつな、その大人だって。俺それで言ったら大人なってね。あ大人だってというかその物心ついて、小学生とかカウントせんやったら、だから俺 のニュアンスで言ったら、うん、そのセックスしたいが先行してるやつはなんかちゃうね俺の中で。セックスしたいっていうかその、まあ、俺も別にセックスしたい先行してないね別にこれは、ね、あそのめっちゃ顔が好きで付き合いたい、なんならこうプラスアルファでこれからセックスしたい、まあ、セックスってなんか生々しいやん、そのそのままセックスしたいなっていうのが俺の中では。でしかもまあ一般成人やんか、別に成人じゃないけど、成人はしてないけど、そのまあ青年になった時よね、青年になっていろいろ考えが、これむずいな。その俺も別にさ何か付き合ったことあるけどさ、うん、俺の中で明確にちゃうもんがあんね、そのやっぱこの子は好きかが先行したのと、そのうわこの女ええ女やなエロとか、あいやそれはとかで付き合ったことあんねん。別にそっから好きになるもんあんねん。あいやでもそれは
ちゃうくない、そのそうやからめっちゃ好きからやから俺の中で、うん、なんていうかなむずいけど結果最終的にその人好きになったというこの後は全部一緒なんやけど、うん、スタートがちゃうね感情がやからその俺の初恋ってなんとなくさ音の響き的に綺麗なもんやから、うん そ, うね、そのこの綺麗な感情だけのものを俺は恋としてるね。あ入りかな、ね、でもそれで言ったら入りは俺もそうやで、そのめっちゃ顔かわいいな綺麗な人やなから入ってるから、はいはいはい、だから、はいはい、で、はい、あわよくばってそのなんていうのその小学生の そこの俺の中で自分のそこのスパンやるんだ、それ結構早めに来るんだお前の中で、俺の時早かった あなるほど結構その容姿端麗な人ですごい髪も長くてその時で髪長い子で、でもうすっごい綺麗な子や、俺もめっちゃこの子のこと好き、優しい、なんか優しい例え方とかすんねん、なんか分からんけどなんか難しい、まあまあ分かるよ、その自分にしか刺されへんその頃ニュアンスあるよな、まあ、今で言うとエモいみたいなちょっとそういう感じが好きな、でわでこの人のことめっちゃ好きになって、で付き合う前にわなんかこの子となんかエッチするって考えたらなんかちょっとみたいな、なんかそういうそのなんか少年心混じったような、要はまあ感覚で言えば中学のまあまあまあ分かる分かるぐらいの初恋が俺の初恋。あ、それがそうなのね。異性と関係セックスしたいなと思った初恋。これは何なの？それ初恋じゃないやろ。いや違う、そのだからお前のそのあれで言えばよ。ああ、セックスしたいから入る人ってこと？じゃ俺の中の、うん、だからさっきも言ったけど定義やったら幼稚園の時に可愛いと思ってたあの子、うん、好きやったあの子が俺の中で初恋やったけど、お前の定義上で言ったら俺はの初恋はいつなんやろと思って。ああだから。学生だからほんま中学とかで中学とかのある程度自分で考えて行動とかできるようになった時期とかちゃう、だからまあけ、うん、携帯持ち始めた時に好きになった人とかそんなことなの、なんかちゃうやろそういうことちゃうやろそれ。いやなんかまあ分かりやすく言ったら内面的なもんで定義されるやろ、なんで携帯が出てきた時代の時やなんでそれ、いやなんかまあ携帯テクノロジーとともにそこが変わらへんやろなんか相手とコミュニケーションさ、なんかそういやちゃう、なんか俺自分で考えて取ろうとしてちゃうねんな、なんかいやちゃう、なんかさお前の中の定義なんか俺がまだぼんやりしてんの、言いたいことはニュアンス分かんない、うんうん、でも なんてその言ったらそれはさ年齢がゆえにさ、うん、そのこの子とさ、うん、その言ったら感受性の問題やん、うんうん、その幼稚園の時ぐらいやったら、うん、まだそのこの子とさどうなるんやろとか想像力膨らんでないから、うん、この子のことを愛おしいと思う気持ちもそこまでないし、うんうん、想像力が乏しいがゆえにそう思ってないだけで、でも多分根っこの好きという気持ちは一緒やん、別に幼稚園の子につけとこうと、まあまあまあうん、その中学生高校生の好きな子も別に一緒は一緒や、うん、まあ、一緒は一緒で、そこにその言うたらその感受性が豊かになって想像力が膨らんだから、うん、なんか想像できてこの子愛おしいと思える要素が大きくなったのをプラスしてるからお前はそこを初恋としてるわけやろ、そうそうそう、うん、でもこの根は一緒やん、いや、ここの、この、これをワンセットとする時期はあなたはいつって、一番好きになった人って言ったらもう前出てもらったぬいぐるみ職人の人も、あ、その子がそれ、あ、ちゃう、いやいや、この子は俺が今言った子じゃないけど、うん、その幼稚園の初恋とかで言うならその人かな、あ、幼稚園の初恋の相手の子がぬいぐるみ職人の子やった、そうそうそう、あ、そうかそうか、そう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 、あ、なるほどね、そうそうそう、あ、じゃあお前の中で、お前の中心の中の厳密な初恋はじゃあのぬいぐるみ職人じゃないや、だそれだって幼稚園の子だもんなんだから、そう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 、あ、そうでは、そう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 、初めに好きになった人でぬいぐるみ職人は初めに好きになった人で、そう、初めに好きになった人、なるほど、ね、でも初恋はその人、なるほどね、そう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 、あ、そのなんかきっちりあんねんな、その、うん、これがね、シスターのマニマニまあ、同期優勝くんまみと同期優勝しましたね、震え上がったね、どっちが取ってもおかしくなかったもんな、だからどっちかやったもんな、うん、グローかくんまえか YTV、 しかもなんかあの二人はさその NSC の頃にさ、うん、同じ題材でネタ作ってきて、うん、キューマ先生の、うん、俺クラス一緒やってんけど、うん、キューマ先生のネタ見せの授業で、でみんなネタ見せ終わったらじゃあキューマ先生なんやな、キューマさんじゃないんやな、キューマ先生、キューマ先生、そうそうそう、もう俺も先生とかする、でそのじゃあはいアシスタントの人がさ、うん、はいじゃあ最後質問とかないネタのこととか何でもいいけど、うん、みたいな言ったらさ、その茶屋とりょうちゃんが家村がこうパッて手を挙げて、うん、で
その2人とも立って、うん、あの僕らその同じ題材でタバコのネタしてた、うん、喫煙所かなんかの、うん、同じ題材で作ってきたんですけど、うん、どっちが面白かったですか、うん、で聞いた2組がもう決勝行って、うんうん、まあ、漫画やな。もうなんかすっごい複雑な気持ちになったな。なんかその見たくないと思っちゃった。あ、その現実、まあ、同期は思うやろな。それはそう、現実を受け入れたくないって思っちゃったな。そうやな。なんかだからまあ、でもかと でもこんなん思ってても普通に喫煙所とかでやったらおめでとうとか言ってまうんやろうなと思う自分も嫌やったな。なんかあ、まあまあまあ、でもまあリアルな感情はそんなもんやろな。そう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 、まあそうやね。だからまあそのまあ言うと漫才の大会やから、うん、俺らがそのずっと漫才やってきてたら、うん、そのなんて、何くそってその死ぬほど悔しかったなと思う、うん、いかんせんもう漫才は俺はもうやれへんってなんか俺の中であるから、うんうん、やからまだこのおまだちょっとあのよかったおめでとうを強めに思えた。全然そのそこまでうなんかそのショックはあったで、ね、うわ、うん、もう同期とかが優勝する時代かっていうそのくらいはあったけど、クソ、うん、は別にそこまでなかったな。そのなんか分からんけどな、あなんかその憎たらしいのクソじゃないよ。なんか、ああ分かるよ、分かる、悔しいのなんかそのショックという意味での、そう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 、うわもう同期とかが優勝するかっていうのだけやな。そのだからもうそれ以外は結構賞賛で言うたらもう同期で言えば俺らのライバルはもうお兄ちゃんになってくるわけやからな。同じ、まあそう、まあ、コントの延長線上で言ったらなお兄ちゃんしかおらんからな俺ら。まあまあねあとは東京で言ったら定点計画とか、そうね、そうやねんな。コント師のライバルほぼおらへんねんな同期で。でも戦うところが先輩やもんな。先輩、まあ後輩もそうやけど、後輩もしかりやけど、そうやね。だから先輩後輩にもう同期でそんなおらんからな。うん、だってアップトゥーユーとかでもコントやってる同期とか、だからキャプテンバイソンとか同期やろ。会ったことないけど、あれ同期か。うん、そうね、全問期も一応同期扱いやな。うん、そう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 、まあ全問期やな。そのどっちか戦わなあかんって言ったら、まあ、その決勝行ってるし、行ってるからな。うえゲロ吐くなマジで。そのもう優勝確定してしまった。その別になんかもう正直さ、うん、なんか分からんけど、賞レースもしなんか出れてもさ、うん、まあまあまず出れたら同じぐらい思ってたけどさ、うん、もう優勝とか考えなあかんフェーズかってなってる。そうね、準決大したもんよとかじゃないじゃないな。もうそんな早ない、早いで最速やんな多分。霜降りさんとかよりも早いもんな多分。食う前はさあ、まあ4年目やからそうやな。4年目で早いね。早いよもう。やからキンキンでも俺らアンダーファイブとかやろ。アンダーファイブ、ABC とかか。アンダーファイブラストイヤーやからな俺ら。何ラストイヤー、何やねんラストイヤー今年もあるんやな一応。なんかないと思ってた。でもやっぱ今年もあれは変わらずやったな。準決、それやめてほしいわ。決勝3分で決勝4分。そうやね。これもなんか審査側も測られへんやろと思うけどな。 その言ったら出る芸人の母数で言ったらさ、うん、アップトゥーユーに出てる人らの方が多いやん、うんうん、母数で。まあね、うん、そっちに基準合わしすぎやな。そのまあその5年、まあね、うん、その日頃4分とかでさ戦ってる、そのやってるのにその準決3にされても、まあ、なんか決勝行ったら滑るやん。その3強いやつはさ、なあ別に1分ってめっちゃでかいからな、うん、3分ネタなんかないぞマジで。そうやねんな。だから去年だからライ麦とかもさ、うん、そのあいつらアップトゥーユーの時期長かったからさ、うん、3分バチバチに仕上げたやつが山ほどあったやつら鍛え上げられてる。そうや、やっぱそうなるからな。やっぱ3分バチバチのやつらが行くから、やっぱ準決勝ってじゃあ、あれそうやね、それやった意味ないねんな。それで思い出したけど、あのアンダーファイブのさ、アンダーファイブやったっけ YTV かな、アンダーファイブかなんか、あの、うん、決勝者のコメントみたいなやつで、うん、一般の人からインタビューとか先輩芸人のインタビュー、あーあるな。ライムギなんか、ライムギだけなんか、ま、皆川さんみたい なんか一般人の男性がコメントしてたな。そうな、夏美さんのあの顔の演技力みたいな、なんかでもあれなんか先輩指定できんやろ。
そうそうそう、指定できるけど、なんかライブ向きだけ一般人、お客さんやる。え、なるほど。あれめっちゃなんか面白かったけどな。なんか別に楽屋で話題になってたけど。だって例えば、ほのとか、あれやん、ロングコートダディさんやろ。そうそうそう。で、あれ、頼む上に聞いたら別にほぼ一回飲みさせてもらっただけで、ほぼ接点ないけど、YT 版 B 側に、仲いい先輩誰ですかって言った時に、あいつがロングコートダディさんですって言って、それで、ロングさんがインタビュー答えたりして。結構あれ、誰でもいいらしい。誰でも言ったらで、なんか答えてくれる。そのライムギはその一般男性劇場に。ライムギ誰も言わへんかったから。20代男性、いや多分言ったと思うんやけどな。じゃリアルなとこ言ってもうたんかな。それたらそのちょっとだから知名度ある先輩言わなかった。ああなるほど。セインツさんとか言うてもうたんか。セインツとか言うてもうて、いやセインツはねみたいな。そのセインツ誰も知らないんでみたいな。まあなんかのそれはおもろかったな、ライムギのやつは。ちょっとアンダーファイブか。そうやで、もう近いで。3分ネタほんまにないぞ。だから3分ネタで何回戦わないけんの、1、2、2回戦、3回戦と。でさ、もうこれ鬱陶しいのがさ、もう俺ら、だからマジで明確に3分ネタあの、2本しかないやん。それもまあ3分は過ぎてるけど、うん、そうやね。まあまあまあな。ギリ。まあその許容範囲が大きい3分の大会やったらできるネタやけどっていう感じやけど。ジャスト3分とか3分5秒以内に終われてたら無理ないけど、これ2本しかないやん。2本しかない。で2本しかなかったから、もう去年2回戦3回戦同じネタしたやん、バレあれめちゃくちゃバレてて、で聞いたらな、2回戦1位通過やったの。そうそうそう、2回戦1位通過って聞いたから、あ、まあ、じゃあ余裕やと思って、ね、3で同じネタしたらむっちゃバレてて、でそれがあるからな。確かにね。なんか2回戦それ俺らさ、それこそ1位通過でさ、なんか、まあ、1位通過ならまあ次のね、そう、まあ、まあ同じネタしてもまあっていうなとこあったけど、で別にまあ面白いし別にいけるやろうと思ったけど、やっぱそのバレてて、お互いの声がだんだん大きなっていってたもん、ね、その伝わってないんかなの方向で考えてもって伝わってないというか、その難しいネタでもなかったし、そうね、だからもうそこはもう課題やな。そうや、なんかその嬉しいことにこのね、変にアップというをこれ一発でいけてもたがゆえに、逆に3分がほんまにないっていうのは、まあかといって今から3分を何個も作るってなっても別にそんな需要ないもんな。作りたないよ3分ネタ。だからコントなんか長ければ長いほどおもろいから、その3分のネタでおもろいね。なんかない1回のバラシで終わってまうもんな、3分とか1回のバラシとちょっとで余韻で、ちょっとまあまあそうね。でもこれのだから作戦の立て方を考えなきゃね。この言うたらちょっとさ、グローとさ、クウマエはさ、いっちゃんいいネタ持ってたから、もういっちゃんいいネタは使われへんわけよ。まあね、もうバレてるしな、うん、でも期間的にそんなすぐさ、えぐい2本生まれへんやろ、うん。でまあ、言うたらもう同期で言ったらグローとかちょっとやばかったやん。やもう勢い的に取ってまうぞみたいな感じだったけど、うん、もうまあ強いのもなんだ、あいつらラウンド1で別のネタっていうか、もう3つ消費してくれてるわけ、うん、でまあアンダー5ぐらいのとこに来るのってめっちゃ若手応援してるお客さんやから、うん、もうそんなん YTV なんか絶対見てるやん、うん、だからまあとりあえずもう知られてるやんか、うん、とりあえずネタが消えてきたやん、うん、強いところの。だコント師はそのだから出る大会少ないから日の目見る機会ないけど、うん、その他にそのネタを放出する機会が少ないからこそ、出すとこをめっちゃ頃合い考えて出さなあかんっていうのあるよな。確かにな。どの日本でいくの。しかもあれはもう YouTube にそれアンダーファイブ乗るから残るからな。そうね、なんかエナマキシマとライムギ出てたけど、うん、そのエナマキシマもアンダーファイブの方が先やったから、うん、アンダーファイブでその強いやつやってさすがにバレてると思って M1 ではやらんかったって言ってて、うん、そうやからどれに何を出すかをめっちゃ吟味してた。めっちゃむずいよな。結局はキングオブコントとか ABC 目先で言ったらの方がどっちかというと取りたいから、うん、まあ確かにね。でアンダー5をどこまでで一ちゃんへの出すんかとかもあるからな。そこでブーストかけておいてっていうとかもあるやん。でアンダー5ってどうなるの、単価上がるんかな。 YTV はさすがに単価上がるん、まあ、なんか噂じゃアンダー5で上がるんか。噂じゃ上がるん、まあ一応上がるは上がるんか、これですけど、うん、上がるとは聞いてるけどさ、でも YTV はもっと上がるだろ。うん、もちろん、それはもちろん。だから他の賞レースと一応なんか吉本的には箔が違うとなってるやん、うん、だからそこに、まあそれはもちろんね、ちゃんと全力で臨んだ方がいいんやろうけど、まあね、取りたいのはやっぱ ABC とか
なあそっち NHK とか、要はその出る前からアンダーファイブっていうのができる前から出てた大きい大会のやつを取る。いやから、うん、難しいね。まあでももらえるものはもろときますけどね、今年優勝。だから大阪からせめてコント1はいかなあかんわ。まあ俺らとは言わず、うん、まあさすがにね、その前回もな、もうちょっと大阪がな、舐められてるのはちょっといけんよな。そうやね、大阪から大阪コント1はいかない。だから言ったら俺らお兄ちゃんシャカトラシカの新婦あたりはいかなあかんで、誰かはいかな、うん、せめてこれ舐められる、舐められるな。キングオブコントもそれで見られるんちゃう、下手し、それ舐められんだ。全然あるからな。でこれむずいな、そのキャプテンバイソンも準々で、アンダーファイブのネタやってて、さすがにバレてたから、うん、やっぱキングオブコントに来る賞レース好きなお客さんはアンダーファイブとかチェックしてるから、まあ、ショーレース見てる人は見てるよな。だからそうやねんな、アンダーファイブで逆にそれをやっちゃうとキングオブコントでできへんっていうのある、うん、でもやっぱキングオブコントはの方をメインで考えたいけどな。そうやね、でもってなった時に、でもキングオブコントなんか準決勝行っても意味ないんやから、うん、いや M1 は準決勝行ったら食えるけどさ、うん、キングオブコントは準決勝行っても別にそのまあでもそうやね、何の噂にもならへん、まあ、劇場単位でしか噂にならへんやろ。なんかってなった時に逆にキングオブコントはどっちみち今年、まあ、優勝できへんやったら意味ないんやから、うん、捨ててアンダーファイブとかに全部する方が、つけとくっていうことがもしかしたらいいのかもしれへんし、うん、これどっちがいいかね、どっちがいいかやな。まあでも順当にやっぱコツコツ取り行く方が絶対いいっちゃいいけど、そので、あとむずいのがそので客票、だからキングオブコントは客票がないやん、うん、だから審査員に刺さるネタしたいやん、うん、でもアンダーファイブは客票があるやろ、あるな。だからその芸人とかおもろい人間に受けるネタとその寄せとかにめっちゃ受けるネタは別やん、別やな。その芸人審査員やったらこっちやりたいなってっていうネタがあるけど、でそっちは多分渋いからその、まあ、そう、あどっかみたいな受けじゃなくて、うん、ちゃんとおもろいこと言ってんなみたい な,、うん、なんかこれむずいな。どのネタネタ選びもむずいな、これ大会によって。まあなあ、こればっかしはな。でよ、でも予選はとりあえずめっちゃ受けとかなあかんやん、多分内容とかも見てないから、うん、もう受け量だけしか見てないから、うん、で予選ってなったらとりあえず内容とかうんぬんじゃなくてとりあえず受けるネタ、うん、やらなあかん、うん、やけど、だから準決あたりぐらいから内容見てくんのか、とりあえずバコバコ受けて通すのかとか分からない。これを考えないといけない。毛色がちゃいすぎますね。うん、いいですかね。シスターのマニマニ。今さらタピオカさん。今さらタピオカさん。週末さんのファンの今更タピオカです。おー、週末さんのファン今更タピオカさん、以前の満劇のフレンドリーライブセンリーズ×シスター編を見てから、うん、ひ孫さんが、週末さんに優しくなった気がするのですが気のせいでしょうか。お二人に質問です。黒帯会議のアーネストさん解散の回を、はいはい、見られましたか。あの回を見た時にシスターのパワーバランスに似てるような気がして少し心配になりました。週末さんはひ孫さんに普段言えずにモヤモヤしてることありますか。またひ孫さんは週末さんに普段言えてない感謝の気持ちがあれば聞きたいです。じゃあね、これよう言われんねん、そのこの俺も見たで、その黒帯、うん、なよう言われるけど、うん、これちゃうねんな。俺がよくってこいつに対してぶつけてんのってめっちゃ表面的なやつやで、うん、でなんかそのお前のままは何や、あの前も言ったけどね、うん、気つけていきやとか、ありがとう、それなんやねん、それみたいな表面的なことしか言ってない。なんかね、その俺らって別にそんな、なんてやろ、ドロドロ仲悪いってわけではないよ。その別に普通に会ったら普通にしゃべるし、しゃべる時は別に普通にしゃべるし、なんならもっと冷たいコンビいろいろ知ってるからなおい含ますなよ、そ知ってるからな、うん、いやこんてかそもそもが、うん、その言うてさ、俺ら別にそのコンビ入学じゃないんやから、そう別に仲いいで組んだわけやないからな、お互いなんかお互い完全にマジでそのビジネスパートナーの先に友達があるだけで、さっきはやっぱビジネスパートナーやから、うん、別にそれで別になんていうの、そのちゃんと別に喋るし仲悪くもないからっていうのだけで、うん、先に
やっぱだって俺がそもそもだってお前目指そうとのが一番初めそうやって、そのやっぱお前のこれ見た目がいるんやと、うん、面白いデブが初見で言うやつおらんもんな、そうっていうので、 そもそもだって喋ったことないのにそうやったから、うん、まあ、きっかけは最初はそうやからな、で俺もネタおもろいやんから入ったから、そうだからそうやん、だからそもそもはそのビジネスの部分で利害が一致した後に、ね、まあまあ、うん、別にまあ普通に喋るのか、まあ、なんかお互いムカつくことは全然普通にあるよ、普通に生きてて、そうや、そんな当たり前やからな、だってそのそこ合う合わへんで組んでないからな、うん、そのそお互い自分らのメリットだけ考えて組んで、 そもそもはそうやからな、まあ、ムカつくところはありますけど、うんうん、だからそもそも俺だからあんまその ほんまのほんまにの芯から人間あんま嫌ったことないから、そのなんて俺が言う あいつキモないとかはめっちゃなんか上辺というかその、うん、ほんまにキモいと思ったやつマジで俺そういったこと喋らないから、あの行動キモないみたいなことやんな、そう、うん、なんじゃあいつみたいな、うん、これって別にさ、うん、その怒ってないやん、なんか嫌ってないやん、うんうん、そのなん難しいな、合わへんなこいつ、なんかここ合わへんなこいつで、合わへんと嫌いとかはまた別やからな、うん、これむずいね、なんかそのよう言われるわ、まあ、多分俺のなんかこの言い方とか表情のなさの問題は絶対あるけど、いやそ本心で別に何も言ってないからな、まあ、まあなだからまああれちゃう、だから逆に伊坂、うん、が気付けてきゃありがとうっていうようになったら、いやその周りからの目がちょっと変わるみたい、人として言われへんわ、いや全然俺は言われてほしいけどな、いやそれお前いいやもん、異常者よ、それそんなことないけどな、やめてほしいあそこ喉乾いたらあそこお茶もらえるから飲みや、知ってるから知ってる情報が出てくる、あ、伊佐の変な部署か、あ、どこどこどここれで喜ぶねこいつ、こういうことやから、知らん虫とかの知らん虫やったら、うん、とかまあそうやな、うん、え、逆に何かある、別に何もないよ俺、うん、でも俺も別にそんなないよ、その何もないな、それなんでさ、あの日もさ、センリーズさんと、終わった後にさ、うん、なんかあったやん、終わった後まで楽屋でさ、うん、話したの、その、下田さんおってさ、うん、週末もほんまに、ほんまこの機会なんか言うとけみたいな、うん、なんかあるやつこいつに言ってみみたいな、俺らが絶対言ったるからみたいな、うん、なんかねって言っとけみたいな言った時も、お前もほんまに真剣な感じで詰め寄られてるのに、いや別にないっすよねみたいな感じやったやん、うん、ね、それだってほんまにそのなんかな、ないもん、そのいやそうやね、別に俺ほんまにだけ瞬時にムカつくことはそれはあるけど、うん、別にそのいや俺伊坂が怖くてこんなん言えへんのっすよ、別にないやろ、まあ、別にないからないやろ、うん、だって俺のそのそうやねんな、うん、いやだからこの人のことどうこう言うわけじゃないけど、うん、あんまり俺らのこと分かってないっていうな、そうだけど別に言い方とかムカついた時、ネタ合わせの言い方とかムカついた時は、うん、いや言い方もうちょっとあるやろっていう時もあるし、うん、全然そうや、うん、でもそれに対して俺も言うことあったけど、うん、そのいやだからこうちゃんとして、いやだからその前にそみたいな、そういうなんかネタのことのそうでなんかぶつかることあるけど、うん、そのだからその日頃のお前に対して言うのはもう そんなんしかない、だから意味ない言葉喋んなお前みたいな、お前、うん、ほんまこういうのしかないな、だからまあ別に伊坂そう思ってるし、俺はもう最悪別に伊坂をこなんか殺す術は知ってるから別にそんなダメージは来てない、そうやね、うん、だから最悪だって俺こいつになんかいやいや言っても、うん、こいつがパンクしたらまあ殺せるだけでしょ、別にだからお互い壊れたら終わりってなったから、そうそう、別に最悪ぶつけるだけぶつけたよ、じゃあだから俺の中でなんかコミュニケーションとして、うん、そのお前が距離の遠い人間なんやったら言わんでいいねんけど、うん、距離が近い人間に俺全部言うようにしてね、そのお前それなんやねんみたいな、うん、そのなんか別にしょうもないことから何か何まで基本的に俺全部言うてんの、うん、だ連平とかも言うし一緒に住んでるから、うん、で近藤には言わへん俺も、もう距離を遠くしたその物理的その心の物理的距離が遠い人間には俺言わへんねん、それやからなんか人間関係近い人間には俺は結構言うから、だから言わへん方が俺悪化すると思ってるから、まあね、それは絶対コミュニケーションはもう絶対どんな形であれ取ってた方がいいからな、うん、週末さんに普段言えてない感謝の気持ちがあれば、普段こいつに言ってないかるかな、感謝されるようなことした俺に一回、食べきれへんご飯食べたその先輩とご飯連れて行ってもらった時に、あの東京のさ神保町の寄席の行った時にさ、吉野さんと中華屋さん2人で行った時に、あの時感謝したわお前に、なあその吉野さんも伊坂もいっぱい頼んだのに食われへんから、でも残すのはあかんってなって、うん、俺わざわざ楽屋で全部の小道具の片付けしてた時に、うん、
そうちょっと来てくれ、これでそのまま行って飯だけ食って片付けに戻るっていうのはっていうのはある、うん、うん、でもさお腹いっぱいやのに食ってくれてありがとうやな、うん、そうやとか、そうやね、だからさ小道具のやつとかもさ、うん、めっちゃ言われるやん、そのまた週末に小道具作らせてって、うん、いやちゃうで、その小道具作る任務あれんかったこいつ何もせえへんから俺任務与えてんで、でもね俺でも最近ちょっとありがとうと思ったのは、うん、その自分の小道具を持ってきてくれるようになってありがとうやな、うん、その前まではそう俺が大きいやつとか運んでたから、うん、その俺のチャリ乗るやんか、うん、チャリ乗るから俺が一人でこう運んでて、うん、あやったらまあこれも俺のも入るやろで入れてたけど、そうやね、なんかそうやね、そもうこれはねもうこれねもう役割分担やから、うん、もうどっちがどっちとかないか全然いいねんけど、うん、俺がなんかさもうこれはもう別にいいね、俺の仕事やからその、うん、朝5時までさ別に本社ってネタ書いてる時に、うん、お前のさストーリーとか見てさ、うん、深夜の蜂蜜ピョンピョンってジャンプして東京お願いしますとか見てる時になんじゃこれってムカつくてくるの割こんなやつになんで俺は割にやってないお前がこのちょっとひねり出したお笑いジャンプして告知するとかいうやつに俺はなんかちょっと小道具持ってあげやなあかんねと思ったらお前が全部持てと思うからこうお前が持てこうお前の仕事やでも俺もそれでアホやからまあ俺も容量あるし持てるかみたいなからなそうやん、そうやんな、あんま別にそんな考えてないからな、そうやん、別にあの目的地まで行けてちゃんとやることをやれば OK って思ってるからな、だからもうだから各々の、まあ、コンビとして、うん、まあ、これはな、まあ、もう冷たいって言われるかもせえへんけど、うん、もう俺はこれはもう お互いの仕事を果たしましょうしか思ってないから、うん、コンビってそういうもんやし、だから俺はもうその言うたら世に出るため売れるために頑張ってネタ書きます、うん、お前はテレビ出たんやったら、うん、テレビ出るために頑張ってくださいって感じ、うん、やから別にその、何まあこれ言い方悪いけど別に俺お前に小道具作ってもらってるけど別にそんな俺過剰に感謝したことない、もうこれも役割やから、まあまあその一つのネタするためやもんな、そう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 、だから別にそのなんていうん、まあ一応形式上さなんていうん、うん、この人間のコミュニケーションとしてさ、俺もお前にネタ送ったらお前もありがとうってしょ、うん、俺もお前に小道具作ったらありがとうみたいな感じで、うん、もうこれだけでいいというか別になんかそこに過剰に感謝していらんから、うん、だから別にその何も思ってないな、そのそれで言うとまあまあまあ別にそうだからお前また週末に小道具作らしてみたいに言われるけど、別にそこに対して俺何も思ってない、そのまずその作ってもらってることにすごい感謝もしてない、そのだから別に俺もネタ作ってることにすごい感謝してほしいと思ってない、うん、お互い意味でしょ、そうそうそう、だからっていうだけや、うん、そうや、だからこういうバランスのこれむずいよな、そう人間やから、だからこれを多分傍からだけ見てたら多分冷た見えるねんけど、そういうことじゃないかな、まあ、これ多分芸人サイドが分かることちゃう、その芸人サイドとか芸人に近い人やったら分かるんじゃないかな、うん、でも週末さんに優しくなったのは気のせいでしょうかっていうのは、でもそれはもうまあ選手のラジオで見たけど、なんかお前がキモすぎてお前にとやかく言いすぎて、なんか伊坂ひ孫って人間なんでこんなやいやいこの子に言うねやっていう自分で思ったから、それは気のせい、それは気のせい気のせいこれちゃうね、うん、そうやね、このまあうーん、逆にお前は何もないな、そのめっちゃちっちゃいのであるとすれば、うん、俺ネタ覚えが悪いけど、うん、別に最近ちゃんと別にそんな感じではないやん、まあ、まあ、その、まあ、まああれやね、俺からしたらこの何、まあそのニュアンスはちゃうけど、まあセリフは合ってるけど、うん、そのなんか意味通じてないって感じやん、そうだけどそれは別に合わせれば分かる、うん、合わせればこう理解はできるけど、うん、そのちょっと直前でいいとちょっと思いすぎてるっていうのはあるね、そのあーなるほどね、その なんてやろう、その直前でいいっていうのは、うん、いや別にええねんで、そのネタ合わせとか別に直前でこうやって別になんとかなってるし、別に俺もそこで分かってるから全然ええねんけど、うん、ネタ合わせが直前ってこと、ネタ合わせ直前でも全然ええねんけど、その、うん、なんかうん、直前でもういける人間やと思ってないけど、その俺もちょっと不安なところはあるよっていう、そういやだけ俺が別に伊坂俺のこと信じすぎやれでけへんよってこと、違う伊坂俺のこと信じすぎてて俺も一瞬頑張るけどほんまにそれでお前は大丈夫なんかっていうやつ、ああそうそう、ね、ほんまにこの感じで
もう行ってまうけど大丈夫なんかっていうぐらいかな。え、だから それは何なん、お前的にどうしたら解消するの？なんかネタ合わせの回数を増やしたら終わるってこと？いやいや、ちゃうだから、まあまあもうほんまちっちゃいけど、うん、まあとりあえず今日はこれで行こうっていう感じが欲しいっていう感じ。なんかさ、その要は直前に練習するけど、練習して投げっぱの状態で立つことが多いやんか、割と。うんうん、まあ、新ネタは特にな。新ネタ特に、うん、そう。だからその新ネタの時にとりあえずもうこれで行こうの感覚で新ネタ向かってるのかなっていう感じ。どういうこと、どういうこと。めっちゃ練習したそのままのその感じで行こうじゃない。練習して、うん、要は新ネタ直前にもらいました、うん、で直前で練習します、うん、いやちょっとこのニュアンス言い方がちゃうわ、うんうん、あ、だからここ練習しといて、うん、あ、分かった、じゃあ練習しとくわ、うん、でじゃあ本番もう直前やし一回合わせとこう、うん、いやで合わせます、でネタの途中でやっぱここちゃうわ、あ、でももう時間や、行こうのこの状況はそのいさか的には OK としてんのっていう。え、とりあえず一回やってみたいっていうのあるな。ああ、じゃあそれなら俺も全然大丈夫だ、俺もそれやから。うん、だ新ネタは特に、うん、そのネタのこのニュアンスがこの新ネタ伝わるかやってみたいっていうのもあるってことだろ。そうそうそう、あ、じゃあそういうのは全然何も問題ない。ただだからそのとりあえず一回やってみたいけど、うん、自分らなりに最大限、うん、パフォーマンスよく努力した上でやりたいだけ、うん、まあまあまあとりあえず一回やってみ、あ、じゃあ全然何も問題ない、もう全然今まで通りで全然余裕だ。そうやな、だめっちゃだから、うん、そうやねんな。だからね、いやなんか俺も、うん、ああもう全然こいつ組み取らへんな、あーもうしゃあない行こうかでやってるんかとも捉えちゃうから、あ、そうそうそう、あ、まあだから結構割と放任主義やから、そこはそうそうや、なんか俺は押し付けるだけ押し付けて放任主義やから、そうそう、もうだからとりあえず言うだけ言って、だってもう結局だって やれへんもんはやれへんから、やれへんもんはやれへん、やれへんもんはやれへんから、俺はこうこうこういう理由でこうしてほしいからこうやって、うんてくれ、うん、もうできんかったしゃあない、うん、とりあえずそういう感情そういう表情でやってくれ、うん、できんかったしゃあない行こうってだけ。ああ、そう、そんな考えてないよね。いや、考えてない、そういう意図、そういう意図で考えてる。そういう意図で、まあ、なんかあんま深くそのグッていう方には考えてないってことか。まあだからもうその最大限パフォーマンスを上げてほしい、うん、その思った通りの方が絶対良さそうやからこっちにはできるだけしてほしいけど、うん、っていう感じかな。あ、やったら別に俺もそんななんもない、もう今まで通りで全然。そうやな、別にマジなんもないけどな。むずいな。まあでもなんかそのあれとかちょっとでもやめてほしいな、そのやっぱなんか顔近いネタとかの時にそのにって笑う時にお前のその歯茎の黄色さとか見た時にちょっとほんまにムカつきとかやる。なんかその表出て人間の歯の色してないやん。でもちゃんと歯磨きしてんねんけどな多分な、もうこれもな、なんお前今いいってして、もうなんかすごいよな、なんかあの、ね、その冷凍ご飯みたいな色してる。あー、だからずっとジャーにしまってた米みたいな。そう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 、なんか黄色なってくるやん、うん、あの色してる。もだって歯磨きこうさする前、うわ汚ねーと思って歯磨きしてくじゅくじゅペーして一応確認でこうするやん、うわ何変わってんこれ、もう何も変わってないやんと思ってそう、なんか一番でもな、美白のなんか歯磨き粉みたいなやつ使ってんね、歯白くなりますみたいなとか、鼻くそそよいでたりとか、なんかその汚いな。うん、いやでもな、あの鼻毛カッターとかでちゃんとしてんねん。あ、でも分からん、だからそのたまたま伊坂と会う時にコンディションが悪いだけ。いや、そう、いや俺なんかお前はまあ比較的綺麗なデブやと思ってんね、うん、やけどやっぱ汚い部分はちゃんとごっそり汚いな。やっぱその歯もそうやし、歯もそうやし、チンゲとかだからこのなチンゲのとこもブツブツ、そう、そう剃りすぎてブツブツできたりとか。そう、やっぱそのなんかそのなんかまあ、逆にお前めっちゃタレントのデブやわ。その人に見えるとこめっちゃ綺麗やけどその見えへん部分バリ汚いえ、でも俺背中とかタレントデブやわ。だからなんか一般的にされる汚いというところは俺綺麗やね。背中、そうそうそう、そ肌も別に顔も別に肌綺麗っちゃ綺麗や。そうそう、背中汚いもないし、お尻汚いもないし、そうやねん な。でもな、もうこれ多分こういうのってやっぱ綺麗になるのって金かけていくしかないね。いや、もう一回していい。ちょっと待って、このうわこれやろ。じゃあ、歯と歯の溝がやばすぎる。あのこの黒いやつやろ。俺、うん、これ一回歯割れてんねん。
ちゃうちゃうねちゃうちゃうちゃう全部やで、ここも。あ、そうそうそう。だからこのフロス通すとこ。よし、フロスもね、おろしてんねん。え？フロスもして、このさ、歯のここ、このつなぎ目みたいな汚いなんかあるやんか。うん、これって、ここの歯割れて、うん、で、それ埋め込んで、うん、ほんで、歯磨きガーってするから、その周りの歯がへたって、そこはなんか汚なって言ってるだけやねん。なんかそうやな。だからもうお金がないからな、歯医者にも行けへんからな。いやでもその行きたいねん歯医者めっちゃ。ちゃんと歯磨いてる？うん、しっかり。えでもなんか磨一回で済ませてないで。あで逆にそれも悪いんちゃう？なんかあの歯磨きすぎたエナメル質取れるみたいな言うやん。でももう多分こんなん取れてるよ全部エナメル質。いや俺もタバコの吸うのは一緒やん。だってこれはもう年々、うん、俺も別に歯医者行ってないし、俺だってタバコ、あ、まあまあ、だから歯磨く、うん、でフロスもしてる、うん、あと舌磨きもしてる、うん、あとあのモンダミぐじゅぐじゅもしてる、うん、まあ、言えば言うほど悲しなっていくわけですね、うん、だからもうそれあのね、だからもう一回歯も全部殺すしかないかもしれない。あ、歯も戸籍変えるか、そう歯も戸籍変えてだけガチャよなこれも。うん、いやちょっとだから歯汚いな。そうやな俺だからな、そういうのだからほんまにたまにムカつく時はほんまになんでこんな汚いね歯と。いや俺も悔しいで芸人っていう職え何くせえし、別にあの俺くせえしよ、俺傷はつくでそのその心に一応まあ傷はつくけど、うん、だって俺、ま、毎日思ってる子だよ、なんでこんなに歯磨いたのにこんな黄色いんだろう俺のこの動作してた15分20分は何だって。いや絶対歯間ブラシしてるのにこんな間来るなんて。だって俺もさ別に一瞬タバコめっちゃ吸うし、うん、なんなら俺の方がチェーンやから山ほど吸うってやったら1日吸う本数って俺の方が多いやろ。へえ、俺の方がいや俺もまあまあ吸ってる。ほう、まあでも女とも同じぐらいじゃ同じぐらいやん。あからん、でもうちの親父が歯汚いからな。カエルが、カエルの子はカエルが、アホと歯汚い方から生まれたハイブリッドです僕は。サラブレッド、お前のどこ愛せばいい、ハイブリッド42キロ関係歯汚い親父とアホな母ちゃんから生まれたハイブリッドです。いやちょっとな、それだけはもうちょい直してほしいですね。なんかな、くせえ、なんかギフトだから傷つくて、その傷はつく。なんかな、いやほんまに最近のあれ日本もさ、そのアマゾン、うん、アマギフみたいな感じで、うん、歯医者のカードみたいなのくれたらいいのにな。これ持っていったら歯医者何円割引になりますみたいな。ないやでもそんなんさ、俺だってもう歯医者行く金もないねんから。いやまあでも歯はなちょっとなくなったら困るな、歯だけは。うん、あでも歯はどんどんなくなっていってんで、もうなくなっていってるん。うん、夏美はこの間ここの親知らず抜くとかやろ、じゃなくて、いや違う、普通にここの歯がなくなりましたとか。夏美はで俺もここの歯、何それ、ここかけたんだな、それ溶けたんだな、かけた、割れた割れた、何で、うん、この間なんやけど、うん、配達でむっちゃ舐められてイライラして、なんか配達のバイト行ってんこの間、うんうんうん、でそのバイトの大学生の子に、いやもうちょっと仕事遅すぎでしょ、何できるんすかみたいに言われてん。いやだからこれをここに届けるだけですみたいな、うん、いやだからやってるじゃないですか、うん、いやなんでこんな時間かかってるんですか、いやだから道知らんからでしょ、うん、みたいな、うん、いやそれを意図してあなた方呼んでるんなら、うん、いやそれはしゃあないじゃないですか、そっちで回す方法を考えてくださいよみたいな、うん、いやもう何なんすかみたいな、何もできへんやんみたいな、うん、何やってる人っすか、フリーターっすか、うん、みたいな、うん、いやフリーターっしょって言って、うん、で俺 でもイライラしたから、いや芸人っすよ、うん、頑張ってもうそんな田舎から出てきてこっちで芸人やってますわみたいな、頑張ってますよ俺もみたいな。全然ビートたけしじゃないで、お前浅草キッドで似たようなシーンあったけど、むっちゃイライラしたでバイト言ったら、やからかって言われて、やから仕事できへんねやと思って、いやでもここで言い返したら俺も負けやと思って、まあまあなんか好きなように思っとってくださいみたいな、とりあえず僕何時までなんでその場で仕事頑張りますわって言って、歯食いしばってグッてやったら歯プロって取れてまあでもそのまあ俺はバイトの肩持つかな、そのまあ俺もその、うん、まあ日頃のお前見てたら、うん、バイト君の気持ちが分かる、そのいや俺はね、まあいや別にまあ仕事できへんで怒られるのはええねん、気持ちよ分かる、ただまあ年下が何を生きがってタメ口使ってんねんそこなそこそこのプライドなそこ
お前誰に何の上のやつに誰に口聞いてんの。全然ドラマチックじゃないや。お前ビートたけしはもうそのシーンで浅草キッドできたのに。俺は芸人だバカ野郎。年下にタメ口聞かれたよ。芸人だよバカ野郎ってね。しょうもねえな。あんまり。あもう来てない。小さい人間です。あじゃああと一個だけちょっと言いましょう。はい、コロコロちゃんさん、コロコロちゃん、よく質問で好きな映画とか聞かれると思いますが、はい、好きなドラマがあれば教えてほしいです。私はスペックが大好きで、うん、セリフを覚えるくらい大ハマりしました。いい、ね、映画化もしましたが連ドラが特に好きで今でもたまに見返します。週末、うん、さんは IWGP が好きと、最近おっしゃっていたの で、ね、いいで IWGP の他にあれば教えてほしいです。うわ他に好きなドラマか、ドラマじゃないですが前のメールでランボーを勧めてもらったのでタイミングがあるときは見てみようと思います。あの子だね。あの子だ何の解決もならなくてすいません。あれね、ランボ見てください。好きなドラマか、なんかでもいっぱいあるな好きなドラマ。むずいな。まあ僕まあまあまあ、ベタなん全部見ましたけどね、ストレンジャーシングスとかも見たし。あでも俺そっちは全然見てないな、そういう系は。最近で言ったら見ましたよ、殺人者のパラドックス、韓国のやつも見たし、まあまあおもろかったですね。あとなんか見たかな、まあ、でも俺一番うわ一番好きってむずいな、あれ、まあ、ブレイキングバッドと、うん、ミスターロボットはちょっと見てほしいですけどね僕は。海外の、めちゃくちゃ海外のやつってなんかめっちゃ偏見で長そうなイメージある。めっちゃ長い、めっちゃ長くてなんかそれが嬉しい。その長いから楽しみが終わらへんのがいい。はい、そうなんかめっちゃぐだりそうなイメージがあんねんな。ぐだるやつもある。ああれとかめっちゃぐだる。あのなんかある街に透明なドームが落ちてそこから出られへんみたいなやつあるんだけど、あれはシーズン1だけしかも面白くない。そんなもん。なんかまあ人気度で変わってくるやんな海外の、うん、スーツとかも途中までシーズン4ぐらいまで見たけど途中ぐらいでも最終話見てないし。あでも俺最近面白かったドラマって言えばあれかな、凪のおいとまかな。まあ元漫画やけど凪のおいとまな聞くな。うんまあ面白かったな。僕ミスターロボット見てほしいですけどね。あのあれね、ラミマレックの出世作みたいな、うん、なんかあのボヘミアン・ラプソディの人おるやん。 あいつが、あれで有名になる前にそれであのミスターロボット一回有名になったみたいな。あれはねむちゃくちゃ面白いですね。人に勧めるのって何やろうな。もうこれもただもう好きなやつ言うていくだけやけど、あのネットフリックスの、うん、あれ面白い、デューティーシェイムってやつ面白い。あのギリ恥ってやつ、ギリと恥、な日本のヤクザが、日本のヤクザがなんかイタリアマフィアに入るみたいな、うん、でなんか潜入捜査みたいなやつ、それはまあおもろかったな、うん、でなんかまあちょっとあのゲイのカップルみたいなの出てきて、うん、そこの恋愛とかもめっちゃ綺麗かったりして、なんかめっちゃいい、うん、とかかな。まあでも困ったら極戦見たら、極戦、まあ、とルーキーズでいいと思う。でも極戦もさどの時や、まあ、世代あるしな。俺意外となあれ好きやで、三浦春馬のやつ俺あっち結構好きやねんな、三浦春馬のやつって誰が、平成ジャンプのうわ高木君みたいな、小池徹平出てた時ってそれあれじゃん、カメナとかカトゥーンの時やろ。あカトゥーンの時、まあ、俺でもあれの時が一番良かったな。いや、まあ、まああれはベタに面白いけど、うん、いや意外と風間の方も俺好きだったけどな。あれとかもったで、山本優ややったっけ、不倫みたいな女の子にさ、うん、ラブホテルで写真撮られて拡散されてみたいなで、はい、あいつとかも出てたからな。 あれやで、うちの地元でブイブイ言わせてるんで、あの子、その山本くん、そうなん、そやで、え、どういうこと、あの地元でブイブイ、うちの地元のキャバクラでめっちゃ飲みに行くんね。あ、そう、もうなんかそのよう聞くわ、もうなんかめっちゃ態度でかいねとよく、そうキャバクラの友達が寝かけまして大丈夫。なんか あの人あれやったり、なんかアベマの番組で新人ホストとして入るみたいな、あそう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 、番組で、あめっちゃおもろいな、あれ、あのマジで年下の
ちょっと位高いホストにタメ口使われて、うん、ぶっ殺してやるって言いながら頭を捨てたり、うん、大丈夫あの廊下みたいな階段のところでな、そう大丈夫か、でも全然全然もうそれに関してもうめっちゃヘコヘコするわ。うーん、好きなドラマ、まあ、まあおすすめは僕は、ミスターロボットとブレイキングバットですね。僕はルーキーズと極戦ですね。なんか それでも人に言う、ほんまに合コンでさ、うん、言うちゃんとそれ。いやだちょっと女の前でカッコつける時のセンスええやつ、それ言うちゃんと。いやそれは言わん。それなんていうの、ほう人だ人。ね、ナギの多いと、まあ、あそれは そこはそれな、ね、うん、だから俺海外のやつはあんま見えひんかな。あ、はいはい、そうなんか むずいね、感情移入するのが。ナギの多いとまと映画で言うと何を。映画、うん、せで一、あなんかこうセンスよく見られたいと思う時に言う時の映画は、うん、ハングオーバー。あ、まあ、おもろいけどな。ハングオーバー面白いね。おもろいけどな、うん、お酒飲みすぎて何してるか分からなくなる映画。ハングオーバー見てください。ハングオーバー見てください。はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。